天下と柳の勝負すればいい。モイネロを辰巳さんが今現役だとしたら、イーサーズは強烈に攻めますよ。すでにセリーグナンバーワンかな。どうしたらソフトバンクに勝てますか。自分、皆さん、あのお二人が監督やそのコーチ、まあ、選手だったらどういうふうに対策を練りますか。どうですか、監督経験のある、まあ、それはやっぱり柳田対して逃げてたらもう捕まるし、どっちでもこう当たったら角度さえ良ければもう球場狭くなってますし、もだから攻める気持ちあるピッチャーの場合はもうないと持たないでしょ。逃げてばっかりでは技術で負けるから、もう当たったらごめんっつって言うぐらいの東野さん、もし現役でその柳田選手と対戦します、どんなような攻め方しますか。例えば俺がこういうタイプ、まあ技巧派って言われるタイプでコントロールでいくとすると、一番はあのボールからストライクになる、ボールからストライクからボールになるコースはやっぱり技術のあるやつは打たれる。まあ、柳田で例えば例を出すんだったら、アウトコースか外へスライド、外からスライダーを、ボールからストライクに、ボールからストライク入れる。すると、まあ、やはり一番、まあ、バッター嫌なインコースでどれだけ強く攻められるか。だから、例えば柳田だったらインサイド胸元、低めはうまいから、こうやって攻め込んで、はい、で、ボールからストライク入れるしかない、その幅広く使わせるというか。もうデッドボールも辞さない。いや、それは私の口から、自分の心、これ自分だったらインサイドは強烈に攻めますよ。負けてるばっかりではいられないし、これは僕の持論ですけど、インサイド、まあ、厳しいとこ来たら逃げなきゃいけない。で、昔のバッターにわざと当たりに来るバッターもいましたからね。だからね、だから本当にそれで厳しくいかないと、もう立ち打ちできない。いやでも今本当にもうね、こういうデッドボール少なくなりましたよね。残党も少ないし、セリーグも少ないし、パリーグもそうですけど、おとなしいっていうか、だから今なんて落ちるボール、まあスプリット、フォークボール系多いんで、で今シュートっていう野球中継の中でシュートボールとかあんまりこう出てこないよね。右バッターでも左、例えば立浪左で左ピッチャーがシュート投げられたらものすごい嫌やね、はい、サイドスローから。そうですね、絶対幅が広くなるよね。それと、あの内野手の、ね、まあ、ラッキーゾーンじゃないや、あの内野のところとこなんだっけ、なんていうんだっけ、エクサイトシートですね。そうそう、あそこを昔やったら内野フライやったもん。あ、そうですね。あ、なるほどなるほど、はいはいはい。で、あの外野のソフトバンクなんでも、あのあそこラッキーゾーンみたいななんていうんだか、あそこテラス席、ホームランテラス席とかいろいろ言い方、はい、まあ千葉でもそうですし、はい、だからそれだけ内野フライ、ファールフライを取れないとかさ、今までフェンス当たるやつがホームランになっちゃうから、やっぱりピッチャーは厳しくやらないと食っていけないですよね。だって今の現役選手で柳田選手に対抗できるピッチャーを挙げるならば、どうなさいですか。いや、例えば先発と柳田を勝負させればいい。あの高めのボールをどれだけ我慢できるか、で、あの落ちるボールをどれだけ我慢するか、まあ先発固定でやられるから、どうなるあれは。なかなかやっぱり調子いいとき打てないですよね、うん、追い込まれたらやっぱりなかなかチャンス少なくなると思うので、うん、じゃあ辰巳さん、 その、うん、逆にモイネロを辰巳さんが今現役だとしたらどうやって打ちますか、うん、対抗するには。いや、まあ打てない、まあ打てないと思って打ちますけども、もう本当に一つの球種を絞ってま、うん、っすぐとカーブとかでこれ打てないと思うので、追い込まれるまでに、例えばカーブならカーブ、まっすぐならまっすぐ、何か一つの球種を狙って、まあ、それで打てなかったら、まあ、ごめんなさいぐらい割り切らないと、打てないと思いますね。追い込まれても、極端なこと言えば、まっすぐだけとかね、カーブだけとか、まっすぐ来たらごめんなさい、それぐらいじゃないと、打てないと思います。山を張って、やっぱ3回に1回打てれば勝ちですか、バッターで。いや、もう十分ですよ。十分ですか。あの、全部追っかけると打てないので。まっすぐ待って他のボールで対応できないから、やっぱりいいピッチャーだと思うので。例えば思い入れのやったらそんなにコントロール抜けてくるボールもあるから、立ち上がって踏み込んでいけないよね。まあでもちょっと真上から来るんでそんな怖さはないと思うんですよね、うん、あ、そう、はい、どこが来るか分かんないよまあそれでいて球速いですしね。そう、はい、
まあ、でも左対左でやっぱり逃げたら打てないので、うん、日本シリーズぐらいの舞台だったら逃げませんけどもね、うん、オープン戦だったらちょっと怖いですよね。いや、公式戦だったら、いや、まあ、ランナーがいたらもうしっかり踏み込んでいきます。モイネロ投手に対抗できるバッターを一人セリーグで挙げるとしたら、例えばですごく好投手にこうあんまりレギュラーでもそんなに力のない選手が合う選手もいますしね、力があるからといってモイネロに全く合わない投手もバッターもいますから、たまにいるんですよ。みんなが打てないのに、ね、この控えのぐらいの選手がこのピッチャーに合うというね、ありますよね、そういうのね。どういうところが上積みされれば来年ソフトバンクに対抗できる、そういうことですか。でもなかなかソフトバンクぐらい投手陣を先発含めた中継ぎが揃ってるセリーグのチームっていないですから、やっぱり投手王国作らないとね、太刀打ちできないですよね。ちょっと時間かかりますから、パリーグも含めて、ね、ソフトバンクに対抗するには来年急にがっぷり打つっていうには。そうですよね。じゃあ、まあそんな、ソフトバンク強しという2020年でしたが、お二人が2021年期待する選手をちょっと、辰巳さん、セリーグで一人挙げていただいて。一人ですか。じゃあ、二人にしますか。いやいやいや、ピッチャーとバッターでというので。まあでも、ね、菅野投手がおそらくもうね、メジャーということですから、打者にはやっぱ岡本去年のね、やっぱりこう、日本の4番になりつつある存在でもありますから、やっぱり頑張ってもらいたいっていうところと、ピッチャーではね、あの広島の森下投手、いいですね。あ、でもね、森下、そう、はい、新人のね、はい、あれはいい。もう今年あのたまたま名古屋ドームで、あ、去年ですか、見たときに、なんかあのもうすでにセリーグナンバーワンかなっていう、まあそれぐらい出来が良かったんですよね。球は150以上出ますし、あのカーブあるし、コントロールもいいですし。ピンチの時強い。強いですね、勝負強いですしね。ただちょっとまあフルシーズン昨年働いたので、なんか細いですしね、ちょっと今年心配ですけどね、ああいうタイプのピッチャーは故障がね、彼のピッチング見た時に、まあピンチは当然あるんだけど、やっぱり気持ちが強いよね、逃げないというか、カウント悪い、まあスリーボールになったとしても簡単に崩れないし、かなりのそういうこう相手の強さを持ってるなと感じました。大きく変わってほしいなと思いますし。パリーグでどうなんですかね。ピッチャーですか。はい、ピッチャー。ドラフトで騒がれたピッチャーが入って、ここでもそうじゃないですか。うん、吉田君さん。ああ、やっぱりそういうピッチャーとか結構騒がれて、はい、意外とこうなかなかこう出てないって。そうですね。今年もあの佐々木なんかな、こう見たかったんだけど。奥川もそうですよね。奥川もそう。登板なかったですからね。じゃあ若いドラ1の選手たちに期待だと、どういうふうな、こうなんていうか、ボールを、まあ、1年間こう体を作って投げれるかなって、うん、まあ、見たいですよね。だからそう考えるとやっぱり東野さん監督の時ですね、松坂、うん、1年目から、うん、すごいですね、うん、だから入ってきた時にまず自主トレが始まってキャンプで、自主トレで、あ、こいつキャンプついてこれるかな、故障しないかなっていうことをまず気にするよ。どの程度やらせられるんかなっていうの。で、キャンプ入ってから1週間ぐらい、最初1週間ぐらいこう見て、あ、これはまあ普通通り、その現役並みの1軍のキャンプの現役並みのと、まあ、一緒のメニューでいけるなとか、それをこう探っていかないと。でもやっぱりキャンプの後半なんですけども疲れてきたし、オープン戦の結果全然あんま良くなかった。スーパースターやからって言って、それで先発ローテーションに入れ込むことができないから、やっぱり競争に勝って6人の枠に入るっていうことは条件に話してたから、まあ、最初のオープン戦で横浜の試合で結果出たから、やっと1軍のローテーションに入れられる。それはそれまで決められなかったので、ホッとしたっていうか、こちらの。それで若手のバッターとバッター立ち上げるぐらい。そうですか。村上、はいはい、ヤクルトの村上選手とかはまだまだもっとすごくなると思うんですよね。まあ、昨年も良かったんですけども、やっぱ可能性を秘めてる一番手ですよね。いや、これ一応迷宮会チャンネルなので、その今現役の迷宮会の方にもちょっといろいろコメントいただきたくて、うん、福留さん、内川選手、そして青木選手や鳥谷選手、坂本選手などいらっしゃいますが、迷宮会の仲間としていかがですか、2021年。まあ、坂本なんかすごいスピードでこう入ってきたし、うん、まあ、これは
あとベテラン、まあ、太めだとか、そういうベテランが引退とかかけて勝負する年になってくるんじゃない。太めもそうだろうとし、内川ですね、役内川、内川、はい、だから意外とそういうチームは変わって、昔ノムさんがよく再生法ですね、再生法やったり、そういう、 こう気持ちの面でこう一つ期待したいですね、そういう、はい、ちょっと変わってチームが変わって、チームが変わってどうですか、福留さんと内川選手両方チャンスは増えますかね。まあ、内川選手はね、まだあのレイヤーとして当然ね、そういう意気込みで、うん、まあ、福留もそうでしょうけども、福留ってまあ来年のシーズンいくつなんで、44ですか。名球界のそういう、まあ、あのある程度年齢いった人というのはチームにいい影響を及ばさないといけないと思います。楽しみですね、もう分かってくる。坂本選手は3000本っていう、いやもうそうね、ね、そこはそう。え、坂本はいくつだったの。30、今年今2位ですね、確か。あと1000本、あと1000本ですね。40まで、今福留45だったら、はい、まあ、出だしが早いのでね、もちろん体調的なもんがこれからどうかなっていうところあると思いますけど、十分可能性はあるんじゃないか。右バッターですごいな、3000本すごいですね、うん、これから何年かしたら多分ショートから、ね、サードになりファーストになるかどうか分かんないですけども、その辺がうまくいけば十分いくんじゃないですかね。これ名球会の中では成績ってのはどうですか、ね、あの仲間の中で年功序列だから成績でちょっと偉そうになったりとかあるんですね。いや、年功序列です。成績なんか何も一つも言わんの。で、坂本選手はもう一番のペーペーだと。うん、そうそう。ライオンズを愛して岡山から西に行ったことがあったんです。あっ、そうです。いや、もう皆さんぶち壊した。あっ、これは、え、どこ、金井投手が行ったことがあるんですよって話をしたら